石井浩介、伊予田浩介、次回は新しい金子と石井浩介。ただいまの勝負、引き落としにて東岐阜県島津郡大地区の話、東山口県金子陸君、西石川県安田翔選手、次回は東児玉君、西川口君、頑張れ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 浜田勝負、突き落としにて西石川県安田翔選手の勝ち、東東京都児玉隼人と西秋田県田口大和と、西方危険です。西方危険により東児玉君の選手を東大分県新井翔大君、西京都府西村和真君、彼は東大分県西出川君、この対戦含め5番目に審判団になります。次の審判は審判長の中田、主審田中五段、副審山田六段、愛瀬八段、一度目六段、マリー七段、以上の6試合はご準備いただきます。
ただいまの勝負、寄り切りにて西東京都中澤村主君、東大阪府奥田相馬君、西山口県田中葵君、北谷は東浅沼君、西山下君。